ブルガリア、または、古い大ブルガリアは、東ローマ帝国の歴史書に登場する用語で、7世紀の、クブラトによるボルガ川下流からドニエストル川までの、範囲のカフカース山脈北部、ステップ地帯の支配を指し示す。オノグリアとも呼ばれる。クブラトは、有力士族であった、ドゥロケの出身で、ブルガール人の指導者としての正当な継承権を持っていた。 クブラトの王子のオルガナが、ブルガール族の摂政を務めていた間、クブラトは、東ローマ帝国で、若い時代を過ごし、教育と洗礼を受けた。628年頃、クブラトは、故郷に戻り、おそらくアバール人のカガンの承認の下ブルガール人の指導者となった。やがてクブラトは、アバールによる支配からの脱却を図り、西突血からも脱却した。 610年から635年までの間、クブラとハーンは2つの主要な、ブルガール人の氏族であったクトリグルとウティグルの統一を図り、強大な連合国家を打ち立て、中世の著者たちから、大ブルガリア、あるいは、オノグンドルブルガリア帝国として記される。クブラとの影響下にあった、アバール人もそれに含まれ、よって、パンノニア平原まで広がっていたとする考え方もある。 大ブルガリアの中心地はクラスのダール地方のタマン半島にあるファナゴリアであった。クブラトの墓は1912年にウクライナのポルタバ近くのペレシチェリナで発見されている。大ブルガリアの場所165から 681AD クブラトの死へとつながっていった出来事についてコンスタンディヌーボリー総主教のニケフォロス一世が記述している。記述によれば 東ローマ皇帝コンスタンティノス4世の時代に、クブラトは死に、その5人の息子のうち最年長であった、バトバヤンはそのまま国に泊まった。ハザールによる強い圧力のため、クブラトの他の息子たちは、敵に立ち向かうために結束するようにという父の教えに、反し、それぞれ離反し、自身の氏族を率いるようになった。コトレグは、 クトリグルの指導者であり、ボルガ川中流へと去り、後にボルガ川と鎌川の合流地点に、ボルガブルガールを打ち立てた。ボルガブルガールはやがて強大な国となっていった。ボルガブルガールは9世紀には、自発的にイスラム教へと改修し、13世紀頃まで、自身の民族意識を保持し、1223年には、チンギスハーンのモンゴルの襲来を押し返した。しかしながら、 彼らは1236年にはモンゴル軍に制圧され、中心都市であったボルガールは、ジョチウルスアセ国の支配下となった。その後ブルガール人は、タタール人と混血が進んだ。ロシア連邦のタタールスタン共和国の市民はこれらのブルガール人の子孫と見られている。クベールはシルミウムを支配した。同地には、ブルガール人、ローマ人、ギリシャ人、スラブ人、 ゲルマン人などが混在しており、アバールカガン国の俗領であった。反乱があった後、クベールは人々をマケドニアへと移した。そこでクベールに引きられた人々は、ケレミシアに住み、テッサロにキ征服を試みたが失敗に終わっている。その後、クベールは歴史上から姿を消し、彼に引きられた人々は、マケドニア地方のスラブ人へと同化していった。 この他のブルガールの士族に、662年頃に、アルツェク港に引きられた一派は、おそらく、ランゴバルド人と共に、アバールから逃れ、ランゴバルドの王グリモアルド一世に対し、軍務の引き換えにと領土を要求した。はじめ一派は、ラベンナに定住したが、後にはさらに南へと移っていった。グリモアルドは、ベネベントにいたアルツェクの一派に対して、 自身の息子であるロムワルド一世を送った。ロムワルドによって、アルツェクの一派は、広大ながらも当時は不毛の地であった、ナポリの北東の領地セピーの、ボヤーのイゼルニアを与えられた。それまで、公の称号であったアルツェクは、それに変えて、ランゴバルドの称号、ガスタルドを与えられた。パウルス・ディアコヌスは八十七年の著書、イストリア・ジェンティス・ラング・オーバードラムにおいて、 ブルガール人が、当時も、同じ領地に住んでおり、ラテン語を話してはいるものの、自身の独自の言語を、まだ放棄していないと記した。6から7世紀のブルガール人の移動ボヤーの近郊の、カンポキアーロにある7世紀のビチェンレのネクロポリスで、行われた、発掘調査では、およそ130の遺体が発見され、うち13は、人間の遺体であり、馬の遺体やゲルマン。 アバールに起源を有する器物と共に見つかった。馬の遺体は中央アジアの野生の馬の特徴を持ち、この地方にブルガール人が居住していたことをはっきりと物語っている。クブラ島の長男バトバヤンに率いられた一派は黒、ブルガールと呼ばれ、その後も故郷に泊まり続け、間もなくハザールの支配下に入った。現在のバルカル人がこの黒、 ブルガールの子孫ではないかとする見方もある。バルカル人は、自身をマルカ川の名前から、マルカルと称し、キプチャク系のトゥルク語を話す。トゥルク語において、B が、M に変化することはよくあることである。クブラトの三男アスパルフは、後に、東ローマ帝国が支配していたも、エッシアとドブロジャを征服し、680年に第一次。 ブルガリア帝国を建国した。オノグリアには次のような異名がある。その語源には次のような説がある。マジャール人を含む7つのフィヌーゴル系の士族と3つのハザール系の士族が合流し、10本の矢あるいはオノグルとして知られている。ハンガリーの名称はこのオノグルに由来すると考えられている。ルーマニア語におけるハンガリーの古称、ウングール。 ブルガリア語における呼称、ウンガルは、オノグルと、よく類似している。セオフォニーズ、オーパス、CIT、p 三百五十六から三百五十七ハット、ノミナリアオブザブルガリアンコンズ、ハットジョンオブニキュー、クロニクル、ハットパトリアルクニーキーフォロス、アイオブコンスタンティノープル、イストリアシンティマス、ブレビアリウムハット、ジモニエストバン、ヒストリーオブザターキックスピーキングピープルズイン、 ヨーロッパ。ビフォーザ・オットマンズ。ラショロシフ、大プロトバル・ギャラン・イム・ゴ・マイナス・ナナ、ヤーフンダート、オーブル、ソフィア、2005ハットパトリアルク・ニーキー・フォロス、アイ・オブ・コンスタンティノープル。イストリア・シンティマス、ブレビア・リウム・ハット・ダイアコナス、パウルス、イストリア・ジェンティス・ラング・オーバードラム、モンティ・カッシーノ、イタリー、ピアニッシモ、ブック。 V チャプター二十九、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n o r t h v e g r o r g スラッシュロアスラッシュ langobard スラッシュ零三三 php HATGENITO ブルーナンバー。セパルチャーコンカバロ da ビンアイコングレッソ。 ナツヨナレディアルケオロジアメドジェバル、http://192.167.112.135/.newpages/.colanes/.testisami/.sami1/.48.pdf2007 年9月27日閲覧。 ベルキャストロ MG ファチーネ F, アントロポロジカルカルチュラルフィーチャーズオブ、エースケルタルサンプルオブホースマン、フロムザメディバルネクロポリスオブビン、キャンパキアロ、モリゼ。イタリー。 コレギウムアントロポロジカム一瞬0350から 613425387401http コロンスラッシュスラッシュキャット .inst.fr i スラッシュアマドルイコールアフィーケンセピッシュドイコール133914172007年9月27日閲覧ロングオーバーネクロポリスオブケアンパキアロ 2007年9月27日閲覧。アスク、ハンガリー、エンサイクロペディアブリタニカハットただし、ハンガリーを、フン族の子孫と見る考え方によって後藤に、H が補われた。フン族のアッティラはハンガリーに拠点を置いていたが、ハンガリーとフン族との直接的なつながりは不明である。ありがとうございます。